悪魔路が仕掛けた術によってこの世へ出現しようとする地獄は、はぐれ下道である十道の人たちを待つのみ。吹き出す地獄の予兆に真剣ジャーは果たして。コトハ、コトハ、龍之介、マコ、マコ、死んではないよな。今なら倒せる。地獄の隙間を切り開けるのはやはり人と下道の隙間にいるもの。そう、はぐれ下道であるあんたさんのような。こいつを倒せば地獄がこの世に出てくることはねえ。それにタケちゃんが命張って戦う必要もなくなる。十蔵さん、この浦政あんたさんの家族で作りました。家族、こいつにも。けど放っておけばいつかタケちゃんが、その上地獄まで、うん、でもあんたさんの家族で作る。閉じ込められた魂が解放されます。魂を救うためにも。おい、いいのか、いいのかよ、いいのか。侍戦隊真剣じゃ。流れ流れ昔は今、日本のスピリッツ目覚めてゆく。見せる真剣、舐めたら危険、隙を見せたら明日はないぜ。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。第43幕最後の人たち。殿、6つの地点を確認いたしましたが、正体不明の噴出は止まらず、かなりの被害が。このまま地獄が地上に現れたらどれほどのことになるか。なんとか止める方法ねえのかよ。あるとすれば十蔵だ。悪魔路が言ってた通りなら、奴が浦政を使わなければ済む話になる。確かに、ただ浦政にあんな事情があったとなると。本当なんでしょうか、家族とは。天元寺に墓があった。一族に下道に落ちた人間がいたせいで名前も入ってなかったが。家族のためって言われたらやっぱり協力するやんな。止めるしかない、どんな事情があってもな。すまねえ。なんだよいきなり。俺さっき十蔵を倒せたのにわざと見逃した。怪我してるみてえだったし、俺一人でなんとかできたかもしれねえんだ。なのに
あいつの家族とか考えてたら。でもそのせいでたくさんの人が危険にさらされたまんまだ。タケちゃんまたあいつと。すまねえ。しょうがねえよ。しょうがなくねえ。甘えんだよ俺は。生まれついての侍じゃねえってのはこういうところかもしれない。ケンちゃん確かにな、甘すぎた。おい、銃蔵やる絶好の機会だったのは確かだ。かもしんねえけど、ケンちゃんにそんな卑怯なことできるか。それでこの世が守れるんだぞ。それが侍としての覚悟だ。ケンちゃんにはないっつうのかよ。今回はそう言わざるを得ない。おいな、私も薄川太夫の時に迷ったからわかる。でも戦わなきゃなんねえんだよな。本当に悪かった。ケンタ、この浦政、あんたさんの家族で作りました。最後まで人斬りに走るあんたさんを止めたいと願って亡くなったご家族で。これで満たされぬ器、思う存分に。お、親分、傷大丈夫ですかい？あ、侍がクリスマスじゃねえや。やっぱり俺は寿司屋か。当たり前じゃねえすか。うるせえ。なに、どこ行くんだよ。どこでもいいだろう。もしかしてお前も源ちゃんのとこ。やっぱ気になってんじゃん。当然だ。先代、先代、先代。お、どうしたんだいちゃん。親分が牛蔵の責任取るって一人で。は？何？912番。おそらくアクノルは。浦政を待ってるのは奴だ。マコ、コタ、俺たちは悪魔ロー。はい。龍之介と千秋は玄太と一緒に銃蔵を。あ、玄太を頼む。ああ。地獄が生まれたがっている。さあ銃蔵さん、浦政が待っておりまする。寿司屋、何しに来た。行くのか。悪魔炉の言う通り、浦政で地獄を止めたいのか。ならばなぜあの時止めなかった。俺が寿司屋だから。面白いと思っていたが、本当に面白いな。やれかやれ。真剣じゃ。悪魔ろ、その裏政渡してもらう。我の最高傑作を気安く呼んでもろては困りますな。一匹登場。一匹登場。名無し連中出会え。
俺はやっぱ侍になりきれねえ。外道衆は許せねえけど、家族の魂救いてえってやつはどうしても剣で止められねえ。玄ちゃん、だから頼むしかねえ。浦政、諦めてくれ。この通りだ、頼む。そうだな、確かにお前は侍には向いていない。寿司を握ってる方が似合いだ。うちの6人目が何だって。我々はこの男ほど人が良くない。遠慮なく力ずくでいくぞ。千秋、くだらん。あいつ行く気だ。早く追いかけようぜ。健太、情けねえ。考えた挙句、俺はこんなに甘い。それでこそ健ちゃんだろ。かっこよかった。私にはとてもできない。健太、多分お前のような侍が私たちには必要なんだ。殿たちもきっとそう思ってる。行こうぜ。地獄なんかこの世に出してたまるかよ。家族も喜んでる様子。さあ早く魂の解放を、そして我には地獄を。その正体など初めて見た時から気づいていた。でも家族と知りながら200年も恨まされ人を。下道に落ちるとはそういうことだ。もはやこいつも一蓮托生。元の切れ味だ。礼を言っておこうか。何なんだよあいつ、何なんだ。
悪魔ロ、人でないお前が人の女王を頼みにしたのが失敗だったな。鋳造さん、あんたさんこそ本当の外道でござります。だとすれば俺にやらせても無駄だったというわけだ。
ディスク恐竜折り紙の折り紙の力を合わせる。落着。外道衆か。倒さなきゃいけないんだ。俺たちが。ああ、聞いてな、勝手に持ってきたぞ。おやぶ、今時侍だってクリスマスぐらいしやすぜ。結構いいんじゃない。案外和風にも合うな。ほら、ゲンちゃん早く飾り付きしようよ。ほら早く、雪とかそういうのあるじゃん。いいのかな。悪魔ロと重蔵が見せた外道衆の本性に飲み込まれそうだった侍たちもクリスマスの色に明るく染まり、笑顔も大事な力となって、真剣じゃ第43幕まずはこれまで。ピカその時になったら。第44幕柴家18代目当主。嘘でしょ。参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。真剣ジャーとゴーンジャーがなんと異次元ワールドへ迷い込んでしまう。果たして彼らは戻ることができるのか。行くぞ。侍戦隊真剣ジャー対ゴーンジャー金幕版劇場で待ってるぞ。